ラジオはホットキャスティング赤瓦長瓶のグブリーサビラ放送837回目の今日は1月の21日落ち縄組旧暦ではしわ足の11日サの日八びにや。 くらさん、今日よ、久々に長敏節源人ばって。だから、暴走しそうだなと思って、止めてね。止められるかない。久々、くならないで。止めてね。わかりました。やつね。責任重大。はい、あのさ。はい。え前から言ってたと思うんだけど。はい。デイゴの花が咲くと、なんて言われてる、いっえっと、台風が。多いっていうよね。俺、これとっても疑問だった、草もかし。疑問。はい。それ、なんでかっていうのは、ちょっと今日話をね。はい。 でねえっと実は昔から言い伝えだとデイゴの花がたくさん咲く時は花咲こうが間伐って言われてる昔からそうだったって言われてるさそれで今回さちょっと調べてみようと思って本格的にっていうのは今年よ今年が2023年さの時はね剣道7号線沿いのデイゴが死にいっぱい咲いてたんだよいつもよりも多く。はい それで気になってて調べみました結果はさ石垣の気象台の方が書いてるのと石垣のものにはただしし垣がつくよ「デイゴの花がたくさん咲く時は台風が多い」って見つけましたそれ以外にはないかよ全くないか書かれてるのを一つ見つけた参加所ぐらい見つけたなんて書いてあるかって言ったら「デイゴの花が咲くとひゃーと書いてあるしっかりと。 これ書いてあるしかもね<ー>新しい80年代以降じゃなくて、はい、70年代のものもに書いてあるわけ何が言いたいかっていうと、うん、その時代の方が先輩方の直接聞きだから全く、うん、聞きじゃないからさ、うん、この方がネットとかもない時代だから確実じゃないかなと思うんだよね。うん、ということでそういうエビデンスみたいなのを見つけました。はい、そしてねもう一つ 最後に断水したのいつかって記憶ほとんどないでしょ。ないですね。実は三十年前、三十一年前。やっぱそうか、中学生ぐらいの頃かなと。でね、それでしかもあの昼じゃなくてね、三十一日間の夜間給水制限。あそれだけ夜間だけだったんですね。これが最後。そっか。で今、今、もうダムの水が減ってて、今給水制限検討入ってるでしょ。入ってますよ。それで今日この話をしているさ。そうなんですね。でもう一つはね。はい。 長この国験国吉さんがエビデンスになるかもしれないんだけどその年この平成5年はさちょうどねあったいろんな学習のとみたいなの作ったんだけど大野山公園のテニスコートがあるさねテニスコートのところにデイゴ並木があったんで昔それがよ本当に真っ赤っかすごいい写真も撮ったりよ。本当に真っっ赤かだとというここははの年 まあ干ばつでしょで、ね、でその時に一緒にいた先輩が「うんはい、今年は干ばつだな」と言ってたの、ね、よ。と、えー、ういうようなう持ってる方がいるんですね。うん、その通りになったわけさなっったたさんだということは,は<ぁ>やっぱりデイゴの花がたくさん咲く時は、うん、干ばつという昔の言い伝えは合ってるんじゃないかなといつの間にやら県民の皆さんが台風が多いっていうのを信じるようになってしまってるんで。石垣の方に書いて,あって はあるんだけどもでねそしてじゃあさじゃあたくさんされたからでしょ台風すごかったさってすごいはすごかったよ数はどうかってそういうことね多いっていうこ多くなかったさ多くなかったんですよねでもう一つはねもう一つ言いたいのは今年の台風はブーメラン台風で戻ってきたさい。なので降水量自体は例年の2倍だったってそうだったんですねだとしたら今年は水に不自由しねえはずでしょ だけど今少なくなってる<う>ということはあの台風以降あんまり雨降ってないということ,っていってことですね。ということでちょっとあちりてしまったけれどもデイゴの花が咲くと台風が多いって本当ですかねっていうちょっと疑問を投げかけてみました、うん、あと確実にこれは雨少ないんで、はい、もう50%終わってる可能性もあるから、うん、節水に心がけましょうね。ですねさてえじゃあちょうど今日の新聞に載ってると思うんだけどもね。はい 赤川の長瓶と行く年中行事の旅旧正月の糸満を歩く2回目やりますよ 2>,、はい、2月の10日土曜日糸満のね街を回るんだけれども糸満海のふるさと公園っていう上等の公園があってね、はい、その中にあの民家とかも再現されてるさそ,、ね、その公園に展望台みたいのがあるんだけどね、うん、たたっ目的ステージなんだけどよお城みたいだろけ見たらそ,、ね、そこで集合になります。はい、で9時15分と それから一時中央の2階あります、うんで。行くところがそこの中の,あの民家、うん、それから白雲節の家碑っていうのがあるからさ、ねはい、白雲節の家碑、うん、そしてそこから歩いて行って、うんえー、沖ノ島の竜宮という珍しい昔島だったとこ埋めてられてるさそこに行ってそれからあの有名なジロンジラー T 域と呼ばれている白銀洞そのあ、うん、とはサンティンモーって高いところから糸満、はい、の町を見渡す。 そして糸満ロータリーとかね、うん、こんなふうなツアーになっておりますので、うんえー、ぜひ興味のある方は沖縄鶴とまでお申し込みくださいね。25 25ないそれでは次のコーナーです。 沖縄のなんだ今日ダムの話してみようかなと思ってさ、はいましたさあ国吉さんダムクエッションですよダム、はい、沖縄本当にダムはいくつありますか、うん、あのは<ぁ>考え用とかを除くよちっちゃいのはねはかダムと呼ばれてるもんですよね、うんうん、水は価給してるところさカンナハネジカンナハネジフクチ3つ

今すごいのはや一つ一つ数えたでしょせっかくだから紹介しよう。お願いいたします国頭村にべのきダム。あはい、呼んだことないそうあはダム。あはダムはいありそしてね普通のふうに久しい日顔とか言ってフンガーダム。この3つが国頭村。で東村に有名な福知ダム。そうですねそれから荒川ダム。で大宜味村に大穂ダム。これが最後にできたわけさ。で名護市に羽地ダム。

企業局管理が山区ダムっていうのがさ全部で11あるそうです。ダムめてこんなにいっぱいできたから多少雨が降らなくても断水なかったわけうこということね。でね話の内容としてはさもうこれ以上沖縄本島にはダムは作らないわけ。あもうそういう計画になったんでなんて計画ない。なんか肘がもあったけどないなしになります。つらないって。ということはもうダムはね水供給する場だけになっちゃうでしょ。そのために それだけじゃなくて県民にもっと親しんでもらえる場所にしたいということで公園みたいなの整備し始めたんです次の事業としてそうですかその時代になっていったらですね結構遊びえるところだから川が民事庁の川作ったりしてね遊んだりとか浸水公園みたいな感じキャンプ場があったりとかキャンプ場はこれは結構みんな知ってる人も多いかと思いますところがね平成26年にこんなことしました26年ダムに全部キャラクターを作ったわけ全部ですか全部えー うん、大変でしたね。国田もの級よ。はい、国田もの級にコロナつのキャラクターを作った社内者。<ー>全く。はい。はい、じゃどんなキャラクターなんでしょうか。はい、それでは次のコーナーです。一に運動二にメモリー。私が私であるために。 はい皆さん今日はどんな健康の話をしていただけるんでしょうかありがとうございます、えー、人生100年あなたに寄り添うメモリーにお届けする健康ワンポイントのコーナーです本日は先週に引き続き運動についてその2です昨年11月に厚生労働省から健康づくりのための身体活動運動ガイド2023案が公表されました健康につながる情報を今週も共有いたします 健康維持の目安となる基準は、64歳までの成人の方は歩くのと同じくらいの活動を毎日60分、65歳以上の方なら毎日40分ほど行うのが理想とされています。歩くのと同様な運動の種類には、実は台所の手伝いや大工仕事などがあり、そしてそれよりも少し強い活動だと自転車に乗ったり、階段を降りたり、 軽い荷物を運んだり、モップがけ、庭の草むしりなどなど。意外なものには、スクーターやオートバイの運転なども、そこに含まれます。<ー>はい、適度な運動はメリットが大きく、ちょっとした工夫で健康につながる、良い習慣となります。以上、本日の健康情報でした。あり,したありがとうございます。ありがとうございます。オートバイに乗るのも、ちょっとした。おそらく、運動なんだ。うん、ちょっとあの緊張状態で、筋肉のバランスを取ったりということから、つながるのかなと。想像しはい、ね。背筋も伸びたりしますし。じゃあ、掃除家賃も。 もう入るんだなそれにしっかり運動の一つとしてされてますのでそうですよ健康につながるなるとはいぜひありがとうございますさあクネさんいくよはいキャラクターね知らなかったい例えばねこんなのがあるんですよえっとねまずベノキダム出てきたじゃんベノキダムベノキダム先ほらあの伊豆の木の花やアンチュラササチュイとそう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 で伊豆の木だから伊豆が有名だから伊豆の花に顔を描いているその名も イジュンイジュンいやいいですね沖縄らしいねはいチョブさん見せていただきました可愛いらしいキャラクターえっとねベノキダムがイジュンねはいそれからねアハダムがねえっとなんだかなアハダムがあもう順番通りこなはいふんガアダムがねふんガアダムノグチゲラのノグちゃんおノグチゲラはいノグちゃんいいですねノグチゲラね天然記念物アハダムがね面白いよルクイナってるさルクイナあやっぱクイナですかはいルクイナでしょはい

んって食食べべるるももなののシだからねパインがさカロリーのっている上でその名もパヌーこれは調べなきゃいけないですね皆さんもお調べくださいでね大砲ダムは大気味なんでブナガヤの化身ブナキブナキねこれは調べて並べたいねそしてねカンナダムが岡宿狩りへ宿狩りこっちは元から 決まってたずそうでし前から見たことがあるからさンタくんねそしてえと羽地ダム羽地ダムの領域は黙ホタ蛍が多かったって。ということで蛍くんね蛍くんですねそれからねえっとキンダムキンダムだけは実はさまだ名前とか決まってなくて竜だわけさ。 デザインあまだでかって言ったらさ実は金に昔こんな伝説があって「プチフラチャ」っていう伝説があるわけ竜みたいな大きなね岩みたいのがあって頭の部分がさアフソ女のアフソと仲間に向いてたって牙もあったって尾っぽが金までいくような大きな岩だったらしい。 アフソコア仲間コアと食べてやるぞっていうもんだから退治に行ったんだけど退治できなかった奥さん大きすぎてその時にこのおしっぽのあるところの金の人がね弓矢で遠くからならできるだろうって弓矢で退治したって怖いもんだから岩みたいになった時にこのこれ牙の実際は竜じゃなくて岩みたいなものだけどなこれを折った方がいいと実はこれのせいで不作になってるっていう考え方もあってね折ったって牙をそれが想像の口ふら茶っていう。 そのクチグラチャーをキャラクターにしたのが金ダム。ということで皆さん実はダムにはね、うん、そのキャラクターがいますのでよかったらキャラクターの、うん。 顔出し写真もあったりするからさ本当です、ね、写真撮ってみてはいかがでしょうかそれと皆様くれぐれも言いますがこのダムがあるからこそ我々は不自由してないので節水に心がけましょうね。ご協力ください、はい、ということで枠ま,まとまりましたかね。 さて、今日はね、はい、英語が咲くと干ばつから始まって、ダムの穴が出てきたんですけどね。キャラダムの穴がました。うん、そさて、2月の10日には、はい、旧正月なんで、いとも歩くツアーがありますが、2>, はい、2月の20日、20日それから3月21日、平日なんですけれども、うん、今度は久米島の歌とグスク物語というツアーを企画しております。久米島、いいですね。久米島のさ、以前はグスクに関するも面白い話があるということで、うんうん、各地のグスクを回ってたんだけども、今度はこれに歌 そうですよ。柿を加えてやります。はい。えごあ、ごあの松の柿とかお化け坂とかね。牛川城跡、赤のひげ水。で、久米島の飯丸館。うん。非常に眺めのいいとん中辺地、あそこから、はてな浜も全部見えます。まあ、そういったところを見て、目を楽しませます。それでね。実はお昼がさ。あそこって、実は車エビの特産地だ。そうですよね。なんで、車エビを使った有名なお蕎麦屋さんがあって。それを食べてみたりとかね。はい。夕食がよ。 アイランドホテルに泊まるんだけど、デージな豪華だわけ今日は優勝か。もう毎年仕様番いだからグルメもあり、目も楽しめて耳も楽しめます。非常に楽しいツアーですのでね、はい。興味のある方はぜひ0505532525、0505532525までウニゲーサビラ。番組のご案内や赤川の長人とメモリの国ニーシェイビータン。チュンチチコミ装置チ、イペイ、ニヘイデービル。